でも餌なんて普通のキャットフードでいいんじゃない？いや、自分で作った方がうまいはず。ゲネまっしぐらじゃ。自分で作るって言ってもどうするの？よし、餌の作り方はあのお方に教えてもらおう。本場井上のニコニコお料理コーナー。ロロ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 。さあ井上先生、今日はどんな料理を教えてくれるんですか？バカ野郎、料理ってのは自分で編み出すもんじゃ。教える気ねえじゃん。次はゲベのトイレを作ろう。餌はもう終わりかよ。ボンバー井上のニコニコお料理コーナー、ラララララデデデデデ。今日は新鮮なリンゴをたっぷり使ったアップルパイをご紹介します。先生、まずこのリンゴをどうしましょうか？アップルパイだぞ。俺はそのまま食うのが一番好きだ。ボンバー井上のニコニコお料理コーナー、またいつか。ボンバー井上のニコニコ料理コーナー、ラララララ。今日はビーフストロガノフをご紹介していただきます。先生、ビーフストロガノフと聞くと難しそうなイメージがありますが、簡単に作れるものなんですか？ああ、料理なんて興味ねえよ。ボンバー井上のニコニコ料理コーナー、またいつか。ボンボンボボンボボンボンバー。はい、ボンバー井上のニコニコ料理コーナー、ラララララ。今日のお料理はミートアップルパイの作り方です。材料は新鮮な牛肉とリンゴです。先生、パイ生地は寝かせないとダメですから、その間に牛肉の処理の仕方を教えてください。俺は牛ちゃんが大好きなんだよ。ボンバー井上のニコニコお料理コーナー、またいつか。ボンボンボボンボボンボンバー。はい、ボンバー井上のニコニコ料理コーナー、ラララララ。ビビレルル。今日は新鮮な海の幸たっぷりシーフードスパゲッティをご紹介します。先生、まずは、なんといっても新鮮な魚は生が一番だ。生言ってんじゃねえよ。骨をも無駄にしない先生の立派な姿勢がお分かりいただけたかと思いますが、皆さんは危険ですので絶対に真似はしないでくださいね。ツン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 。うん、ボンバー。はい、ボンバー井上のニコニコ料理コーナー、ラララララ。ルルルルル。今日はアマゾン川の電気うなぎを使ったしびれあんかけの変わり揚げをご紹介します。先生、まずは、今日はサボる。ブーブー。ボンバー井上のニコニコお料理コーナー、またいつか。ボンバラバンバンボン。ボンバー、ボンバー井上のニコニコお料理コーナー、ラララララ。ビビルブル。今日はいつもの料理をさらに美味しくするコツを教えていただきます。こちらにごく普通のカレーライスをご用意しました。先生、このカレーなんですけれど、どうすればより美味しく食べられますか？んなもん、めちゃめちゃ腹減った時に食うのが一番うめえに決まってんだろ。ボンバー井上のニコニコお料理コーナー、またいつか。いつまで見てんだバカ野郎。ボンバー、おまけなんかつけてんじゃねえよ。